アメリカガは日本初の本格的な海速号火客船である日本ガン級客船三隻のうちの第二船である1896年7月浅野総一郎が太平洋航路の事業に進出するため東洋汽船を設立した社長となった総一郎は自ら渡米するとサザンパシフィック鉄道のコリス・ハンティントン社長と直接交渉し1867年に 初の太平洋定期航路を始めたパシフィックメールキ船会社とホワイトスターライン系列のオクシデンタルオリエンタル SS 社との間で同一航路に各社3隻ずつの共同配線をする契約を成立させた。そして総一郎は土営すると太平洋航路の共同配線用としてイギリスのタイン側にあるウィガム・リチャードソン造船会社に クリッパー型選手の快速船を3隻発注した。同社は第一次世界大戦直前頃、世界一を誇った造船会社である。この時に発注したうちの1隻がアメリカ丸であった。1897年3月、アメリカガンはイギリスのニューカススルアポンタインのスワンハンターウィガムリ・チャードソン、ウォルセンド・オンタイン造船所で寄港された。 1898年3月9日に浸水。同年9月24日に竣航した。アメリカ岸を含む日本丸型の船型は、7年前に就航した CPL のエンプレス級をモデルとしたもので、真っ白な3本マストと日本煙突を有する機品に満ちた姿で太平洋の白鳥と呼ばれた。1899年、アメリカ岸は香港イコール、アモイ,イコール、 上海イ,イコール、長崎イコール、神戸イコール、横浜イコール、ハーエホーノルルサンフランシスコをつなぐ北、太平洋定期航路に就航して、姉妹船の日本岸及び香港丸と共に活躍した。1900年12月に、野口秀代,代が北里柴三郎の紹介状を頼りに、ペンシルベニア大学のサイモン・フレクスナー博士を訪ねて、渡米するときにアメリカ岸に乗船して、 横浜から出港した。1901年6月16日には、孫文が第一回目の革命軍の放棄に失敗して、新国から日本に亡命する際、アメリカ岸に乗って横浜へ上陸している。日露戦争が勃発すると、アメリカ岸は1904年3月14日に日本海軍による徴用を受けるが、仮想巡洋艦への改装工事中に火災により、 損傷したため一旦は徴用解除される。同年12月10日にアメリカ軍は再徴用され、翌1905年1月12日に連合艦隊付属となる。艦長は石橋はじめが務めた。同年2月から4月には南遣い主体の遺跡として幼稚偵察やロシア帝国のバルチック艦隊の物資輸送を妨害する目的でシンガポールに進出し、 マルチック艦隊が集結する可能性のあるカムラン湾を偵察。同年5月27日の日本海外戦にも参加し、紹介任務や救助活動に従事した。5月28日には沈没したロシアの防護寿命艦スベトラーナの生存者291名を救助する。1908年11月、新型の天用丸級火客船地用丸の 完成によりアメリカガンは、姉妹船の香港丸とともに、南アメリカ航路に配線先を変更となる。香港イコールサンフランシスコの定期運航は、日本ガン休客船から、天洋丸急暇客船に交代された。1911年9月20日、アメリカガンは、大阪商船に36万7千円で売却された。大阪商船では、まず、 高米ルキールン船などに就航。1924年には大連航路に就航する。日中戦争が起きると、アメリカ軍も1938年に日本陸軍により徴用され、船体を白く塗り、赤十字のマークをつけて、病院船として使用された。その時の船内写真が今も残されている。太平洋戦争が始まっても、 戦争前半は日本陸軍による徴用が続いた。1943年10月10日に文字出港後、三角海丸島と第105戦団を構成して、10月15日に高尾港に入港した記録がある。1944年1月12日、アメリカ軍は日本陸軍から徴用解除され、同日付けで再び日本海軍により運送船として徴用された。 1944年3月4日、アメリカ軍は日本の統治下だったサイパンより日本本土へ引き上げ疎開する民間人514名を乗せてサイパン島ガラパン港から横須賀港へ向けて出港した。しかし3月6日未明、伊央島南南東 320km でアメリカ海軍の潜水艦ノーチラスが発射した魚雷日本を第4戦争と機関室左限部に受け、 沈没した。婦女子を含む民間人511名、軍関係者4名、乗員87名、合計602名中599名が死亡し、アメリカ軍に救助されたのは民間人の3名だった。同じ日に出港したサントスマルは無事に日本本土に到着した。なお、アメリカ軍の沈没と同じ3月6日、第29師団の不評を第18連隊と、 一団直轄部隊をサイパンに輸送中の軍隊、輸送船先止まるもアメリカ海軍潜水艦の来撃で撃沈され、乗船者約3900人のうち助かった者は半数以下の1720人で、生存者も3人に1人は重傷者という損害を受けている。1944年3月末、サイパン島北柄ンの本願寺で、アメリカ軍の犠牲者追悼のため南洋町、 サイパン市長主催の合同慰霊祭が取り行われた。境内は花輪と昇降の列で埋まった。ありがとうございます。